日本中部地方山梨県東山梨郡山梨県東山梨郡のハミき東山梨郡役所東山梨郡は山梨県にあった郡1878年に発足した当時の軍域は下記の区域にあたる軍区町村編成法の施行に伴う東山梨郡が置かれると明治11年12月23日に鏡貨兵が 初代東山梨軍長に任ぜられるとともに、平等村聖徳寺の根塚平宅に東山梨軍役所が設けられ、明治12年1月25日に軍役所が開庁された。その後、明治13年3月31日に、小井淵忠恒が2代東山梨軍長に任ぜられると、東山梨軍役所を道軍内の中央に位置する草壁村に建設することとし、 軍内各村有志者の寄付金5609円18銭をもって、軍役所長者が建築され、明治18年10月10日に義陽風建築、いわゆる藤村式建築による新庁舎の落成式が挙行され、平等村から草壁村尾原西762番地の新庁舎に移転している。なお、百八十五年に建設された東山梨軍役所庁舎は、 軍政廃止後に、草壁警察署庁舎に転用され、昭和37年に、同警察署が新築移転するまで使用された後、同庁舎の払い下げを受けた地元の個人から博物館、明治村に移築され、1966年6月11日に、国の重要文化財に指定されている。1、岡部村2、春日井村3、平等村4、城万力村5、 やわた村6、岩手村7、西保村8、中巻村9、諏訪村10、三富村11、松里村12、草壁村13、加納岩村14、あと、 屋敷村15.7里村16、大藤村17、上金村18、玉宮村19、奥野田村20、菱山村21、急速村22、山村23、小茂村24、メンツカ村25、五氷川村26、とどろき村27、七勝沼村村28、鶴瀬村29、はじかの村。ありがとうございます。